あ、どうもすいません。こんばんは。えっと、閲覧者一人になるのを見ながらですね、ちょっとご飯食べてまして、失礼しました。すいません、お待たせしました。8時にやるって言ってたんですけど、えっと、非公開になってまして、で、それがついて8時10分ぐらいに、あの、公開に切り替えて、 それで、その後ご飯食べてました。えー、っとですね。今日は、あら。あの、こちらですね。えー、っと、サバのムニエルですね。えー、を焼いて食べました。まあ、一応、猫の餌みたいになっちゃってたんですけどね。美味しいです。えー。一応ね、カレー粉をまぶしてですね。で、まあ、オリーブオイルで焼いたということですね。 非常に美味しいです。では、今日はここに書いたんですけど、数学ということでやってみたいと思うんですけども、えー、その前に、あの、何かの時に読んだですね、本高で、あの、勉強法があるんで、それをご紹介したいと思います。七、えー、回勉強法。7回勉強法というのがあるそうで、 えーと何が7回かっていうと、教科書をですね、教科書をですね、7回読むということらしいんですね。で、やり方はですね、えーまあ、最初はもらったばかりで何が書いてあるかわからないんだけれども、 えー、教科書を新しくもらったときに、えー、まず1回目はですね、だーっと最後まで、わかんなくてもいいから、読んでみるらしいです。で、2回目はですね、えー、ところどころ、どんなことが書いてあるのかななんて言って、最後まで読むそうです。で、3回目ぐらいからですね、 実際にその問題を解いたりとかですね、それについて調べたりとかして、こう最後までやると。で、これをどん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 7回ぐらい繰り返して、あのまあ、読んでいくと、えーまあ、非常に短期間でその1冊の教科書が、最初から最後まで何が書いてあるか、どんなことを教えようとしているのかっていうのがわかるそうです。で 早ければ早いほどいいそうです。で、短期間で一冊の本を読んでしまうというような勉強法だそうです。まあ普通は学校で教えてるのはね、こっからここまではある期間で教えて、で、こっからここまではある期間で教えて、まあ1学期、2学期、3学期ですかね、で教えてっていうことで。 あの丁寧にねやってるんですけどももう時間短縮でもう一気に最初から最後までやってしまうでそれを繰り返すということですねでこれのいいところはですねえっ、ー、と結局はこっからスタートしてここなんだけれどもここに至るまではこれを知らなきゃいけない,こ,れをいたここに来るまではこれを知らなきゃいけないっていうのが この時点で分かってれば、ここの時点、ここの時点での、その、勉強の取り組み方が変わってくるということなんですね。これを知らないとここにはいけないっていうのをあらかじめ知ってれば、えー、全然違うということらしいです。それで7回勉強法ということですね。先に、こういうことがあるから、今これをやってるんだっていうのを知ってた方が、あの、 身につきやすいでまあこれは東京大学になんか1番で入ってで卒業する時も1番で、えー、卒,あ卒業されしたという方がなんか後で本に出し書いて出したそうです。でそれがあるっていうのをなんかで見たかなんかで覚えてたので今ちょっとご紹介しました。 うん、まあなかなかやっぱりそういう成績を残す方は人と違うような勉強法をしてそういうことでまあ,あの結果を残してるのかななんていうふうに思いますした。まあ、まあ、あのインターネットかなんかでね7回勉強法とかっつって検索するとひょっとしたら出てくるかもしれないですね。詳しくはそちらでまあなんかの売りに 見ていただくことがで、きたらいいいかななんて思います。で、数学ですね。で数学は、あの、私、こちらが、えー、っと、数学検定の3級というのを前に受けまして、一応合格したんですけども、数学検定の3級というのがですね、えー、中学の3年生レベルですかね。 の問題ですねまあちょっと勉強から離れた大人からすると意外と難しかったりしたんですけどもまあ小学生の方とかね見てる場合はまだそこまでは実際にはやってない部分もあると思うんでまあこれからなんですけどもまあ数学の何で数学を勉強するのかなっていうのが一つにはですね えと公式みたいなのがあってですね。あれ、式って、式って書けないですね。漢字検定受けたばかりなんですけど、漢字がちゃんと書けないという公式ですね。公式というのを知っているとですね、早く計算問題が解けたりとかですね、そういういいことがありますよということで、で、数学を勉強する理由には、一つにはそういうことがあるということですね。うん 確かにそうなんですね。これを知ってると、いちいち細かく計算して計算してっていうよりも、一気に問題が解けるというようなメリットがあるということのようですね。で、まあ、実際その数学検定でですね、出た問題を今手元に持ってるんで、ちょっとやってみますとですね、因数分解ですね。因数分解。まあ、これなんで因数分解っていう、 言うのかっていう意味を私考えてしまいましてで因数分解なんで因数分解って呼ぶのかなぜこれが必要なのかっていうのはよくわかりませんただ数学ではこの因数分解っていうのが出てきてそれを知ってないといけないということみたいですね、うん、なぜ因数分解っていうんですかねで何の必要があるんですかね わからないですけど、でもまあ、その決まり通りに問題を解けば、正解で丸をもらえるということですね。で、この x の事情、マイナス、なんだこれ、3x、三 x マイナス54ということで、こういう式があってですね、で、次の式を因数分解しなさいということですね。 で、結果から、答えから言っちゃうと、えっ、ー、と、x のマイナス9の x のプラスの6か。うん。6ですね。これが答えなんですけど、答えなんですけどね。えー、まあ、これがこうなるということなんですね。で、これをやるためには、まずは知ってなければいけないのは、えっ、ー、と、マイナスと、 マイナスをかけたら、プラスになるということ、そういうルールを知ってるということですね、一つには。で、マイ,マイナスとですね、プラスをかけたら、何になるかっていうと、こマイナスになるという、そういうルールを知らないと、この因数分解はできないということになりますね。 まあなぜそうなのかっていうのは深く考えないで、とにかくそういうルールがあるんだということだけ覚えて、こういう問題はまあ解けばいいということですね、最初のうちはね。で、まあちょっと時間もあんまり長くやってるとね、あの、視聴者の方にも、あれ迷惑がかかっちゃうんでね、えー、説明しますとですね、 えーっと、これがですね、えー、っと、ん ?X の事情、あれあ、閲覧者の方い、いらっしゃらなくなったんで、これ以上やっててもしょうがないんですけどね。まあ、いいや。とりあえず記録として残しとくためにね、やります。んで、えー、っとですね、えー これが、答えが x のマイナス9の x のプラス6ということですね。で、これが、なんだ、x と x をかけて、あ違うな、あこれ、x の事情になるには x と x をかけると。 いうことで,すね、で、マイナス 3x になるためには、えっ、ー、と、これとこれをかけたものが、かけて足したものはどうなるかと、マイナス 9x も 6x プラス 6x。で、結局はマイナスの 3x になるということですね。で、これとこれをかけて、ま マイナスとプラスで六 6, 6 5 4でマイナス54と。そういうことですね。X の以上。こういうことなんですね。で、先ほどやはり言ったように、マイナスとマイナスをかけたら、プラスになる。プラスとプラスをかけたら、えー、あプラスとマイナスをかけたら、マイナスになる。ということですね。で、因数分解のこのカッコの中は、これとこれをかけたのが丸一で、これと これを、えー、足したのがかけて足したのが丸2でこれとこれをかけたのが丸3とでこれが123とこういうふうになるわけですねでこれが、えー、因数分解の答えということになるわけですねはいこんな感じでまあ因数分解については解くということですねまあかなり汚いくなってしまったんでまあ わかりづらいかと思いますが、まあ、こんな感じで因数分解についてはちょっと解いてみました。まあ、これからね、またまたいろいろ難しいような数学の問題が出てくると思いますが、ぜひ、まあ、数字や記号を見て難しいなと思わずにですね、うん えー、どん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 問題を解いてですね、問題を解く楽しさを覚えてですね、数学を好きになっていただけたらなと思います。はい、以上でございます。失礼しました。